さあ始まりました、カッサン不動バイクがなぜエンジンかからないのシリーズということでですね、鈴木シュートやってきました。このゴージャス原付ですね、見てください、このゴージャスさ。こんなゴージャスな原付があるんですよ。今シートを開けてですね、まあ、ちょっとこのカバーを取ったんですけど、全く作りがハイと一緒ですね。ちょっとですね、エンジンかかるとこまで持っていきたいと思ってます。さあかかるでしょうか。はい、ここまで外しました。まあ鈴木ハイともクリソツですね、ほぼ一緒と言っても過言じゃない。でまあ定番の、まあ、よくあるパターンなんですけど、まあここですね、このエアクリーナーボックスが完全に多分死んでるでしょう。死んでますね。ほらね、見てください、これが全部キャブに入っていって不動の原因になりますね。取りましょう。どういうこと。あ、ショバク来た。ショバク来てるね。ショバク来てるわ。これいけるな。間違いなくエンジンかかりました。うわ。はい、一夜明けました、シュートです。ちょっとエンジンかかるところまでは確認できたんですけど、ちょっととりあえずその、ね、深夜でうるさかったんで、今日本格的に回してみたいと思います。空気の量がすごい調子いい。空気をいっぱい吸いすぎてるんですよ。ほら、これで上がってる。これさ、中にスポンジ入れてあげたらちょうどかもしれないですね。これをコンコンしていくと、これがぐるっと回って、これが外れるんで、タンクを外して、タンクは錆びてるだけなんで、これだけ綺麗にすればもう。こいつを綺麗にしたら、いけますよ。はいと一緒。あ、ストレーナーがついてきてない。ガソリンのポンプは生きてました。で、ほら、どうつあるでしょ。で、こっちが、この、ここからね、ここから。ちゃん出てきてる。生きてるんで、うん、大丈夫。あとはタンクだけきれいにすれば、100% いけますね。まず綺麗に洗剤入れました。まず洗剤で油分を取ります。うお、中のですね、まああのサビみたいなのは結構取れたんですけど、手の届かないとこもあるので、このサビ取り革命の前回のあまり、これを投入します。今回のね、こういうゴミが入ってるんで、パンストでろ過しながら入れます。はい、でパンストでろ過しながら、汚いのがいかないように、サビ取り革命の使い古しを入れていきます。ケルヒャーはこんな優しくも使うことができます。あの汚かったやつがあっという間に綺麗になります。見違えるように綺麗になりました。じゃあ水気を飛ばします。
対ガソリン製の液体ガスケットをちょっと塗って、漏れを防止したつもりです、はい、こちら完成なんですけど、問題はこっちですね。フューエルセンサー、これが、まあ、あの動くことによって検知するんですけど、見てください、固着して動かないです。これ見てほら、この粉ほらもう動かない。これをちゃんときれいに動くようにしてあげないと、この浮き輪が浮かないんですよ。抜けて起きた、おい、もう粉吹いてます。そらあかんわ、そらダメですよ。はい、非常にきれいになりました。組みたいと思います。はい、動きめっちゃ良くなりました。ほらめっちゃ動き良くなった。これやったらいけますね。最悪です。思いっきり詰まっております。これを取るためにですね、もうこのメーターも取ってハーネスを抜いて作業しやすくします。こんな感じで、ここのピストンをパーツがあるかないかわからないので、一応このまま清掃していけるかどうか頑張ってみたいと思います。C クリップをこれで外します。もう工具のスナップリングプライヤーがもう死んでてもイライラして2時間ぐらい損したんで買いに来ます。来た、おいおい、新品はすごい、すぐ取れた。よし、はい、上側はオーバーホール完了しました。ちょっとバネがね、何巻きか少なくなってるの気になりますけど、ちゃんとできました。はい、こういうの時はここを外して、こいつがちゃんと導通があるかを確認した方が絶対いいです。あれば大丈夫ですよ。ありますね。困りましたわ。これね、こいつ逆につけがちなんですけどね、こう山が上なんですよね。でこいつを入れてから、こいつグッて下にこうバウンドさせながら入れる感じ、うん、やっと分かりました。はい、完成。あとはエア入れて、ちゃんとですね、かかればそれで OK です。やっぱりね、せっかくここまで来たんですけど、ピストンがやっぱりあのバネが折れて中で壊れてたんで、錆びて、このちゃんとねピストン押せてないんですよね。これがここはなんか押し代がないというか、そう。だから全部ここ開けてんのに液が出てこないという、ちゃんとここの中のパーツ、消耗品のパーツを変えないと、ここは最悪、最低限できないですね。ガソリン入れます。これでコックからにじんでなかったら大成功。それでやってみたいと思います。
バイクの YouTuber 見てるリスナーみんなおさん、女子供は誰も見てない、あんま動画もバズりはしない、ないない尽くしあるのは3つ、やる気勢い適当更新、とにかくバイクの関連動画間違いせてみそ困ったらネジザウルスで回す回す壊す、知らないことはフォロワー教えてくれるはずさ、スーパーチャット一人100円もっと入れてね、スースと昭和原付き焼き付くのだけ怖い、あの匂い走り続ける、バイク置く場所ない、若い人たち誰も見てない、困った時の NSR それが伝説、原付冒険無茶を承知でどこまでも走る、とにかくヤフモクでバイク仕入れ、解体屋の仕事でパーツゲット、回らなければパークリファイア、燃やす燃やす焦がす、失敗してももう一度やり直せる先、今すぐ電話シェイクダウンさ、ごめんね、火花が出ない知り合い、壊れてるのが怖い、絶望を希望に変えて走ってく、年齢的にはちょっときつい、夢見る少年ではいられない、昔の自慢を持ち出して若い頃の思い出語り始めたら、バイクの関連動画間違いせてみそ不定評価、困ったらネジザウルスで回す回す壊す、知らないことはフォロワー助けてくれるはずさ、スーパーチャット一人千円値段上がっとるから、スースと昭和原付き焼き付くのだけ怖い、では出演者を募集しています。現在募集しているコーナーは3つです。1つ目はカスタムバイクの部屋、カスタムバイクの部屋では自慢の愛車で出演してくれる方、レア車、旧車、随時募集しております。2つ目はカスタムに動画で取材してほしい商品、店舗、イベント、こちらも随時募集しております。お気軽にお問い合わせください。最後にご不要になったバイクがございましたらバイクショップ MDF にお任せください。無料で引き取りさせていただきます。詳しくは番組最後のメールまでお問い合わせください。カスタムチャンネルを皆さんで盛り上げていきましょう。以上、アシスタント若葉でした。